今日やたらとカメラの三脚こんなんだった YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ、キョウチロウです。はい、TKG といえばキョウちゃん、キョウちゃんといえば TKG。 そういうわけではないけどね。冷蔵庫の片側へ、へぇ、ソーリーみたいな。いや、そんなダークなダークな感じじゃないですけどね。あ、違った、うん、もうちょっと明るい感じのね。なんですかこれ。見たまんまですよ。卵かけご飯専用コンビーフ、いつもの卵かけご飯がちょっぴりリッチに。えこれバカうまいらしいという情報を得たので、ちょっとやりたいですね。でしょ。まあでも言うて卵かけご飯って卵じゃん。ああコンビーフいるのかっていう話ですよ。なんだろうね、コンビーフ焼かないでしょ、もうこのままなんでしょ。そう、まあでもいつもの卵かけご飯がちょっとリッチにする、そんな、まあ、アイテムってことね。ふー、え、食べようよ。じゃあ俺コンビーフ開けるね。じゃあ最後ご飯つぐね。うん、え、なんかコンビーフっぽくないね。ほんと有名人じゃねえだろうな。ええ、ほんとだよ。ドッグフードじゃねえだろうな。違いますから、普通に。お前ドッグフードじゃねえだろうな。たまにリリにあげる。あ、リリがもうほら反応してるもん。俺それ俺んだろみたいな。俺のじゃねえのか。うん、え、これをこのまま入れちゃっていいってこと？そう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 。え、このこれっぽく作ればいいでしょ。あ、そう、そんな感じ。あ、パラパラになってるね、コンビーフが。あ、え、こういうこと？そういうこと。はい。で、そこの真ん中にくぼみを作って、うん、どうぞ。こういうことだね。うん。え、これでいただきます？そう、お好みで醤油かけてもいいけど、まずは普通に。あ、じゃあコンビーフのこの味で卵を食えってこと？え、もう卵ご飯で俺ぐちゃぐちゃってするんだけど、していい？いいよ、いいよ。じゃあ卵足りないんで、もう一個欲しいんだね。やってもらっていいですか？いいよ、これ、これ嫌なんでしょ。ダクソだから違う違う。ダクソ。あ、ちょっと本当に。意味ないじゃんね、本当に。手の上通過してた。嫌がらせかと思った今。いただきます。どうぞ。なんかおかかのジョイボ感みたいな感覚。おかかのジョイボ感。あ、そう、カツオエキスが入ってるんだ。ちょっと醤油のちょっとね。あー違うかなーってうん、あ、美味しい美味しい。なんか、え、正直に言っていいの？え、いいよ、正直に。まずくはないです。ただ、絶対入れなきゃいけないかって言われたらそういうわけではない。俺は、うん、卵かけご飯に対しての結構そのドロドロっとしてる感じを駆け込むのが俺は好きなのね。なんかこのビーフジャーキー入れることによってこうザラザラっとした食感が出てきちゃうから、ちょっと違うなって思っちゃう。もうまんま鰹節卵かけご飯を食ってるような感じ。あー、なんかこれこのままぶち込んで炊き込みご飯にしたら美味しいとか、あとなんだろう、すり身とかにちょっと混ぜてみるとか。あー、すり身には混ぜないかな。また明日の動画でお会いしましょう。さよなら。それはおまかたとでしょ。今日の一言、この、醤油実は幻のお蔵入りの動画の回がありまして、俺だったら卵焼きとかに醤油違うのかけても分かるんじゃない？企画で使った醤油